参った参った、びっくりした、強いんだな。僕の負けだ、もう邪魔しないよ。さあ行って行って。こいつも悪いやつではなさそう。ありゃ、こいつは切れちゃってるね。結構橋が壊れてるんでやばくない？これじゃ進めないぜ、戻るしか。上の方に行きゃいいんだろ。こんぐれーなら登っていけそうだぞ。今さらお前が壁を登れるぐらいで驚きはしないけどよ。俺らどうすりゃいいんだよ。確かに。さすがにこりゃなかなかダメそうか。ちっ、こんなの全然余裕だぜ。ロヒ頑張れ。画面をタップリしてる間、ロイが崖を登り続けます。崖を登ってる間は握力ゲージが減少し、止まってる間は握力ゲージが回復。また途中で風が吹く、握力ゲージが大きく減少し、止まっていても握力ゲージが回復しません。ドイ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 。風が吹いた時止まりゃいいだけだろ。おいおいおい。こらおもろいな。おい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 。うお、やべえ。あ、さて登るか。危ないところだったね。振りが効いてたな。風が吹いたら止まりゃいいだけのゲーミングよ。大したことない大したことない。なんかよ、俺たちってさ、ずっとこういう感じだったよな。こういう感じ。お前ら二人は一蓮托生ってやつだ。メグはロイが守ってやらなきゃ今頃生きちゃいられねえ。ロイありがとう。おう。でもなロイ、お前だってメグがいなきゃ、町外れに住んでてマジックタールばかり食べてる変わり者、今も変わらずそんなもんだったろうな。うるせえな、いいだろうが昔のことはよ。そんで俺は、いや本当にね、3人とも変わったんだろうな。多分だからコランも変わったんだろうな。俺もずっとこんな感じだ。こんな風にずっとお前ら二人の足を引っ張ってんだよ。あ？急に何言い出すんだ。んなことねえだろ別に。いやそうなんだよ。だけどお前はパワフルすぎて、そんなの関係なしに俺ごと引っ張っていっちまうんだ。まあ力にはちょっと自信があるからな。ほんと頼もしいもんだぜ。お、見てみろ、なかなかいい眺めだ。いい眺め。確かに魔界にいちゃ見られねえ光景だな。確かにいい眺めだ。そうだ、こんな景色想像したこともなかった。お前ら二人のおかげだ。メグが来てロイがちょっとずつ変わって、そんなロイに引っ張られて俺も、気づけばこんな高いとこまで来ちまった。
城外壁上部登りきったんだね。 じいさん何してんだ。スーカどうやってここまで来たんだ。いい眺めだなって思っての。なるほど、壮観だな。とはいえわしらの世界はこんなもんじゃ。ここが魔界なんだね。ここから見れば一目で見渡せるくらいの狭いもんじゃろ。そうだよな、魔界のサイズちっちゃいなと思ってたもんな最初。そうか、こんな遠くから見て狭いっつってもよくわかんねえな。それもそうじゃな。まあともかくじゃ、このわしらの世界を守ろうとみんな必死なんじゃ。クスタッフもナンシーもレンも、いやレンはわからんが、人間のゴミ箱としてできたこの世界がわしらのすべてじゃ。ああじいさん、悪いけど興味ねえし関わるつもりもねえ。グスタフのやつには言ったかな、俺はメグの母ちゃん探してるだけだ。そうじゃの。それじゃあお前さんにも関係のある話をしようかの。わしはお前さんには期待しとるんじゃ。世界ごと人間のいいようにされてきたこの状況を変えるきっかけになるかもしれんとな。あのな、だから俺はそんなの興味ねえんだって。すまんすまん、まだ回りくどかったね。わしもお前さん方にどうこうしてくれというつもりはないよ。ただ生半可な力と覚悟で向かってきてもらっては困るのでな。いたずらに人間の怒りを買うだけに終わるのはまずいからの。ということでお前さんの力と覚悟を試させてもらうとしよう。そうなるよな。硬いね。ジジイのくせになかなか頑丈な体してやがる。まだまだ若いもんには負けんの。健康の秘訣は早寝早起きと適度な運動じゃ。電動ドリルで攻撃。うおー、こいつやたら凶悪な武器を使いやがるな。それ人間の武器じゃねえのか。まあね、わしにかかれば人間の道具をいい感じに細工して使うとかお手の物だからね。なんてじいさんなんだ。やばいね。ペチッペチッっていう攻撃もあるんだ。ルパン、エアガン、痛い痛い痛い。あれの出番かの。あれ何の出番。蓄音機。わあ、嫌な音。なんだ今の。ほほほ、若者にだけダメージを与える超音波じゃ。あーすごい、モスキート音だ。超音波、よく分かれねえが、そいつを止めやがれ。止めたきゃ自分で止めれば。わしは邪魔せんよ。これはまずは一回メグの防御力を上げる。メグ狙い撃ちってことか。なるほどね。メグ機械をいじる。なんだ、ボタンがいっぱいありやがる。スイッチはこれか。なるほど、動かねえ。点灯したランプと同じ順番でボタンを押しましょう。あ、アマンガス？うらモード変更。老人に不快な低周波モードに切り替えます。む、そんなモード用意しとったっけ。バールのようなもので。危ねえ。ありがとう低周波。これはね、火ダメを上げよっか。火ダメを下げよっか。ダメージ軽減入れといて、おじい低周波、おじい低周波アタック、セバス、おじい低周波アタック。いいね。うわー、やばすぎる。おい、お前体すげえな。体がすごい。どれどれ、機械をいじってる。あー、若者不快モードになった。まずい。ほげ、これまずい。ガードしないとまずい。メグが泣いたらどうすんだ。世界が滅びるぞ。世界が滅びる。ふーむ、なかなか面妖なことを言うの。チェーンソーまずすぎ。でで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 、終わるわ。危ねえ。これ大回復入れていいな。やっぱり絵本って最高なんだわ。ダメ食らって、低
低周波で機械をいじる。危ない、俺これ超苦手だからな。なんか途中でよどうでもよくなって分かんなくなるんだよな。分かる、この気持ち分かるよ。途中であれ 何やってたっけってなる。ボケイほら、ペチって低周波あって、どれどれ、機械いじられた、機械いじり返そう。ちゃんと20ダメか、ちょっと危ねえな、回復入れた方がいい。切り替えたのにまたかよ。そういうな、これで最後じゃ。これは一回メグを中回復してカードシャッフルはね、あのカード追いかけるだけでいいからね、楽なんだよね。てーたーたーとーピシュ、モード変更、老人不快モード。メグが痛いよ。オーゲー、おじいに効くやつで、ボールを使ってから結構ギリギリだな、戦いが。強いわ、おじい。おじい強すぎ。おじい強すぎ。老人低周波、撃て、老人低周波、老人低周波からのスパパン。ゴランがメグに向かって変な顔してる。何やってんだあいつ。なんとかメグに受けたようだ。ゴラン、おい、ゴラン、スーパーパンチ、ゴラン。ちょっと待って、今のやつ不意打ちだな。あのパズルを全て解除するとは、お前さんただの力自慢というわけではないようだな。サブン、サブン、サブンウブ、サブンウブ、なんか聞いたこと、なんか耳で聞いたことあるような気がするけど、ブじゃ、武器、字初めて見たわ。うめ、もう何も言うことはないわい。ジジイが出しゃばるのもひとまずここまでにしよう。そうかい、そりゃ何よりだ。ジジイが出しゃばるのもひとまずここまで。ああそうじゃ、なんだ、先ほどお前さん言うとったね、その子が泣くと世界が滅ぶと。詳しく聞かせてくれんか。いいけどよ、じいさんはもう、じいさんもどうせ信じないだろ。出会った時の話をしてんだね。あっち、なんだ、何が起こってる。まさか、お前さん、いや、お前さんの言うことを信じよう。ありがとうよ。じゃあもう行くぜ。もうなんか、なんか秘策みたいなやつあれば嬉しいんだが。こんなことがあるもんじゃの。わしがロイ君に関して出しゃばるのはここまでと言うたが、どうやらもう一度出しゃばることになるかもしれんの。おじい知ってそうだね、なんかね。休憩地点、すげえ、ドラクエ6のオープニングと全く同じ構図だ。多分このゲーム作った人さ、ちょっと日本の、え、これ日本のゲームなんかな、わかんないけど、なんか日本の RPG 好きそうだよね、ちょこちょこしたネタが。人間っつうのはだらしねえな。もう研究所はすぐそこだっつうのによ。それに夜のうちに忍び込んだ方が、まあ子供だしな、仕方ないって。お腹すいた、魚取っときゃよかったな。食い物なんて持ってきてねえぞ。仕方ない、あれを出すか。あれ、なんだそれ。マシュマロだ。マシュマロ、人間の食い物だよ。特に子供が好きらしいって話でな、闇市で買っといたんだ。本当にこら、うん、おいしい、おいしい、よかった。腐ってない状態のやつは珍しいらしくてな、ぼったくられたが役には立ったみたいだな。ちょっとダメだ、
本当にもうさっき一回涙腺の壁がさ、今もう涙腺はもう崩壊してるよ、もうみちみちに水が溜まってるよ。ん？はい、あーん、あーんって食べるんだ。おいしい？まあ悪くねえな。次はご覧の分ね。おお、ありがとうよ。まあ確かにご覧の言う通りだ。他に方法もなさそうだし、行くしかねえ。そういうことだ。お、真っ暗じゃねえか。ロイ、メグ、ちゃんといるか？まずいな、はぐれちまったか？お、よかった、はぐれたかと思ったぜ。ご覧よかったぜ。暗いし何も見えなくて困ってたんだ。まったくだ、こんなところさっさと抜けようぜ。ああ、そうだな。やっぱりご覧がいてくれると助かるぜ。悪夢じゃないの？何言ってんだ急に。ご覧すまねえな、付き合わせちまってよ。いや、何言って。昔から俺なんかに付き合ってくれんのはお前ぐらいだったよ。ほんと感謝してるぜ。やめろよ、俺はそんな上等なもんじゃ。普通に言われるのが悪夢なんだ。そうだよな、騙し、ずっと騙してるんだもんな。お前は俺のただ一人のダチだぜ。これからもよろしくな。やめろ。ご覧さん、守備はどうですか？なんでここにいんだよ。ご覧さん、お忘れなきよ。その電話がある限り我々に従うほかありません。とはいえ我々によって生み出されたあなたにはどうせそれ以外ないでしょうけどね。ゴミ、カス、クズ、ボケ、何言ってんだよ。ご覧はずっと昔から連れんでた俺のダチだぜ。だよな。お、さすがです、ご覧さん。監視対象の信用をここまで得ているとは。やはり魔物の監視は魔物にという私の判断は的確だったようですね。こいつゴミクズカス。あなたは任務に忠実にロイを監視しているだけなのに、ロイは何も知らずにあなたを仲間だと思ってる。実に滑稽ですね。もうやめてくれ、やめてくれ。なんだ、腕はなんかじっと見つめて。そのダセー腕はそんなに気になってんのか。ああ、気に入ってるわけじゃ。ちょっとその辺散歩してくるわ。あ、別にいいが。怒らしちまったか。そうだよな、こんな腕はダセえよな。分かってんだ、こんな腕は。その腕輪は無理に外したり壊そうとすれば致死性の毒が流れます。妙な気は起こさぬよう。待て待て、落ち着け、死んじまう。 こいつならおお、お、戻ってきたか。まあなんだ、その腕輪もよ、角度によってはそこまで。あ、おい、お前腕どうした。腕、あのよ、聞いてくれ、いくら腕輪がダセえからって腕ごと捨てることねえだろ。
バカか、なわけねえだろ。いいからちょっと聞いてくれ。俺はずっとお前に嘘ついてたんだ。ちょっと待ってくれ。つまり滅びを呼ぶ存在はメグじゃなくて俺で、お前はこれから行く研究所で作られて俺を監視してて、つうか俺も元はその研究所で作られて、でお前は腕輪で研究所に監視されてて、そうだすまん。じゃあ何か、俺とつるんでたのも監視のためだったのかよ。そういうことになる。すまんロイ、だけどよ、ふざけんじゃねえ。やべえ。あのよ、言い訳に聞こえちょっと待って、もうし、許してくれないかもしれないけどよ、お前に嘘つくのずっと辛かったんだ。悪かった、これでもう嘘つかなくて済む。お前腕は大丈夫なのかよ。大丈夫だ。めちゃくちゃ痛いけどちょっと休めば。俺も人間みたいにやわじゃなかったようだ。そうか。やることは変わんねえぞ。研究所ってとこに行ってメグの母ちゃんを探す。分かってるよ、もちろんだ。でな、そのエクラというものがまた美味でな。聞いてるか、ジョーイ君。はい、聞いてます。エクレアですね、食べてみたいものです。邪魔するよ、じいちゃん。おっと、これはどちら様でしょう。わしはセバスという評議会のものじゃ。評議会、そうか。私がロイ君を人間の世界へ手引きしたことが、しようとしたことがバレてしまった以上、遅かれ早かれ評議会の手の者が来ることは分かっていた。覚悟は決めているよ、好きにしてくれ。おや、何か勘違いしてるようじゃな。わしは別にお前さんをどうこうするつもりはないよ。なんだって？お前さんに預けてたものを受け取りに来ただけじゃ。預けてたもの？一体何のことだ？そもそも私たちは初対面では？お久しぶりです、セバス。ジョイ君？ジョイ君はわしがお前さんの元へ送り込んでおいたものじゃ。お前さんは偶然拾って助手にしたと思っているだろうが、わしがそう仕向けたんじゃ。お前さんを監視するためにの。な、では私が魔界でしていたこと。魔界へ破棄され、運よく生き残った人間を元の世界へ返す手助けをしていたことは、初めから評議会には筒抜けだったと。それは少し違うの。評議会ではなく、あくまでわし個人がやったことじゃ。どちらにしてもあまり変わりがあるようには思えない。結局のところ私はあなたの手の上だったということか。ポール、違います。何が違うというんだ。私のことは構わずもう言ってくれ。違うんです、ポール。いえ、セバスも違います。聞いてください。ほう。聞いてください。何だったんだろう。ああ、戻ってきた。サブクエある。ジョイ君の記憶を視聴しますか。視聴する。16年前。ジョイ君。あ、いたもんね。あれ、いたっけ。いた気がする。うん、なんかジョイ君にいたのがいた気がする。デブリの現象を確認。被験体がデブリを分解してると思われます。素晴らしい。カス。カス。とはいえ、まだ一次計測データ上の数値のみなので、引き続き実験を進める必要があります。ここまでの成果を上に報告していきます。いたわ。いた気がする。ひとまず一段落か？だな。
視覚センサーユニットに軽微な異常を感知。え？あ、動ける。ん？どうした？何でもありません。私は実験タンクの加減圧操作を担当しています。喋るか。なんだ、故障かい？そりゃ辛いな。整備スタッフも今結構忙しそうだったぞ。故障の原因によってはこいつは破棄して新しく発注した方が早いかもな。んー、でも大したことなさそうだ。これくらいなら僕でも直せそうだな。ほう。よし、これでいいだろ。器用なもんだな。工学は専門じゃないだろ。そんな大したもんじゃないよ。助かりました。お名前を伺っても良いでしょうか。あ、ポールだ。ポール、ありがとうございます。いいよ、気にしないでくれ。なんですって？失敗だった。デブリを分解などしていませんでした。あくまで体内に取り込み濃縮していただけです。周囲への影響は見られず、状態は比較的安定していますが、どのような要因によって不安定になるか不明確です。困りましたね。今後の展開を考えねばなりません。追って指示があるまで適当にしていてください。それでは。適当にしてきてください。今後の展開といってもな、仕切り直すしかないだろう。失敗は残念だけど、デブリの除去なんかやっぱ一筋縄じゃいかないよ。上もそれは分かってるだろうし。そうだな。でもデブリを蓄積する生物ってのは貴重なデータだ。しっかりデータを記録しといてくれよ。はい、すべて記録します。それが良くなかったのか。適当にしとれって言ったけど、いつまで待ってりゃいいのか分かんないのは辛いな。なあポール、今日はもう帰っていいか聞いてきてくれよ。嫌だよ、自分で行けよ。ビクター主任今機嫌悪いだろうし、だったら僕だって嫌だよ。私が聞いていきましょうか。お、本当か？助かるな。お安いご用です。まずいよ。デブリ問題は人類の課題だからね。重要な研究だし、一度や二度の失敗じゃめげないさ。悪いね、助かるよ。私は実験タンクの加減圧を操作します。合ってたんだな、ここで。困ったことになったな。デブリを安全に分解する生物実験はすでに成功したと方々に報告してしまっている。人類の長年の課題であるデブリに関しては、やはり失敗でしたでは済まされない。責任問題になりますね。仕方ない。ここはあの二人のうちのどちらか。そうですね、ポールにしましょう。彼のイソミヤシだったということにして、その上で口封じのため破棄するしかありませんね。その判断は合理的ではありません。おっと、呼んでいませんよ。いつからそこに。そのような理由でポールを廃棄するのは推奨されません。はあ、聞かれてしまっていましたか。めんどくさいですが、あなたも廃棄です。合ってたんだ。ああ、ポール。ポールの生命活動を感知。命に別状なし。よかった。教育。よしと。これでジョージャ。起きた。よかったね。ジョイ君よかったね。回路の復旧を確認、修理してくれたのですね。ありがとうございます、ポール。なんと言ったらよいやら。おや、人違い失礼いたしました。まだ各種センサーが万全ではないようです。あまいよ、わしはセバスじゃ。お前さんがアサリ場に落ちてたのでな。ちょうどお手伝いロボットでも欲しかったところじゃ。よろしく頼むぞい。かしこまりました。失礼、報告があります。すやすや。今はセバス様だけか。お休みになられて、ここは出直すべきか。
あ、お休みのところ申し訳ありません。あ、いやいや、目を閉じてただけじゃ。目を閉じる、すなわち視覚という情報を断ち切ることということ。目を開く限り、やおなく流れ込む視覚という膨大な情報は、時に視力の妨げになり得るものじゃ。なるほど、さすがです。それはそうと、報告があるんですか。今はわしだけじゃ、わしが聞こう。我々魔物に取り入ってる、生活基盤を築いている人間がいるという情報が。ほう。ポールという名前の人間らしいのですが。なるほど、なるほど。受けまたまったぞ。報告ありがとね。は。ああ、この件は他の奴らには言わなくていいぞ。わしが木を見て話しておくから。承知しました。ポールという人間が、人間が魔界に生活基盤を作り始めたとなると前例のないことじゃ。ひとまず誰かを送り込んで情報を得る必要があるかの。ポールの情報は何回も取ってるって言ってるもんな。私がスパイとしてポールのところへ行くのはどうでしょう。ふむ、なるほど。確かに魔物を送り込むよりお前さんの方が警戒されんじゃろうね。よかろう、悪くない作戦じゃ。はあ、ようできたゲームだ。ポール、ジョイ君、君はあの時の研究所で私と一緒に実験をしていた。そうです、ポールも私もどうやら廃棄されてしまった。そして再びあなたの名前を聞いたとき、なぜだかわかりませんがあなたと一緒にいようと思った。なんとまあ、わしがジョイ君を利用したつもりが、ジョイ君の狙い通りだったとはの。ちょっとわかってるよな、じいちゃんも絶対。だってポール、ありがとうポールって言ったの、じいちゃんも聞いてるからさ。ロボットというのもなかなかにしたたかなものじゃの。だからすみません、私はこのままポールと過ごします。お手伝いが必要ならどうか他を渡ってください。困ったの。わしが必要なのは16年前の実験の記録じゃ。それは。そうじゃ、お前さんらが破棄された原因となった実験のことじゃよ。ジョイ君のメモリにはその実験のデータが記録されてるはずじゃろ。あなたがそんなものを今必要に。それなら。ああ、USB スロットだ。これを持って行ってください。あの時の記録はすべてここに入っています。なるほど、便利なものじゃの。よし、わかった。ジョイ君に免じてわしは手を引こう。評議会としても今後はお前さんらには干渉せぬと約束しよう。というか、ジョイ君をここへ送って以来、ジョイ君から来ていた情報は異常なし、怪しい動きなし、それだけじゃ。なんと、ジョイ君が嘘をつくとは。申し訳ありません。何の構わんて。お前さんらはこれからもここで好きに暮らすがよかろう。もしくは元の人間の世界に戻りたいのならば、少なくともこちらの世界にはそれを邪魔する者はもうおらんよ。わしもなかなかの演技派じゃね。ジョイ君のことやジョイ君の狙い、わしは全部知っておった。そしてポール、彼のことは もっともっとよく知っておる。排気口から侵入しますか。いきますか。面白すぎるこのゲーム。こっそりね。よしよし、ここが研究所って場所か。ここ見たことある。やっぱここから来たんだな。母ちゃんのいそうな場所とかわかんねえか。仕方ねえ、適当に探すか。あいつに直接聞くか。あいつ、お前を生み出した実験の指揮を取ったやつ、今はここの所長、つまり一番偉いやつだ。俺にお前の監視を命じたやつでもある。一番偉いやつから聞き出すのは手っ取り早くていいな。場所はわかるか。俺はここにいた頃自由に動き回れてたわけじゃないが、大体の場所なら見当がつく。十分だ。とはいえ、誰も見つからず行くのはちょっと無理があるな。どうしたものか。こっちのドア、あぶねえ、クリックしちゃった、あぶねえ。こっちのドア開かねえみたいだな。これは？お、これ使えるんじゃないか。ここで使ってる人間の服だ。人間の服。
人間の服なんて俺には無理だろ。小さすぎる。確かにな。ん？サイズが書いてあるな。LL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 
でかいんだよ。つまりめちゃくちゃでかいってことだ。試しに来てみろよ。えれれれれれれる。おーすごい。切れたのか。いいな、似合ってるぞ。これで多分バレないだろ。本当？本当に大丈夫かこれ。まあ何もしないよりはマシってところか。そういうことだ。行こうぜ。おお。やれれれれれ。あ。ちょっと。こんな見るだろう。セバスの記録。見るに決まってんだろこんなもん。いてて、なんだここは。まさかここはお手伝いロボット。もう動かないみたいだ。おいおい、これはまさかデブリじゃないか。むき出しの状態でこんな大量に。こんなところにいたらいくらも生きられないぞ。あ、だからか、スペースデブリのその何かしらの、まあ、放射能なのか分からんけど、放射線なのかの影響とかいろいろあんだろうな。人間だ、人間がいるぞ。うわ、なんだこいつら。うお、人間だ、食っちまえ。やめろ、来るな。どれくらい経った、あの化け物たちから逃げ続けて、落ちてる缶詰とかで食いつないで。もうダメだ。なんでこんな、僕がこんな目に。人間を破棄するなんて何を考えてるんだ。なんだよこの大量のガラクタ。うわあ、これは人間死んでる。ああ、人間をゴミみたいに。人間のすることじゃないよ。お、いたぜ人間だ。まずい。そして逃げ続けた。逃げてどうなる。多少生きながらえたところで何がある。こうしてる間にも体はどんどんデブリによって蝕まれていく。いずれにしても死は遠くない。それでも逃げ続け、気がつくと花のどこか。気づくと美しい場所におった。場所に。人間どれだけ絶望していようと、美しいものを見れば美しいと思うもんじゃ。すでに自分が助からんことは理解していた。体が動く限り歩みを止めなかった。目的地などあるはずもない足取りを一歩もう一歩と踏み続け、そしていよいよ足が動かなくなった時、ポールは死んだ。マジでもうなんかいろんなこと思い出すともう一瞬で泣いちゃうんだよ。もうジジイだよ俺。あれ？生きてる？何が起こったのかは今でもわからん。花畑で倒れたポールのその意識は時間を超え、同じ過去、花畑で倒れたと思しき魔物に入り込んだ。およそ人知を超えた計り知れん何かが起こったとしか言えん。しかし事実は事実。以降わしは魔物セバスとして生きていくこととなった。ずっといたんだって思うと、じいちゃん
はあ、なるほど。違う世界線ではなく同じ世界線の過去に飛んだってことでしょ。多分過去に飛んで若い時だったからずっと、だからじいちゃんはずっと、じいちゃんはじいちゃんで、じいちゃんで今いてくれたんだよ。こっそり来れた。お、おい、これってよ、ロケットってやつだろ。絶対そうだよな。ロケットなあ、お前そうだろ、これロケットだよな。こいつって、はあ、そうですね。おい、あんまり関わり合いにならない方が。うちの研究所は手広くやってますからね。ん、あなたはディズニーいい体してますね。警備の方が人員を募集してたので行ってみたらどうですか。気が向いたらな。え、それでは。おや、あなた、なんだよ。顔色が悪いですね。ドクターを呼びましょうか。生まれつきだ、ほっといてくれ。そうでしたか、それは失礼しました。やっぱり本物は迫力あるんだな。もういいか、気が済んだら行くぞ。お、どういうことだ。化け物に出くわしても襲われなくなったし、体の調子も悪くなくなった。これは鏡か。鏡なんてあってもこんなところじゃ。え、なんだ、神だよな。嘘だろ。そうなるよな。新聞があるな。何か情報が。おかしい。日付が西暦1964年。40年以上も前じゃないか。そんな古い新聞がどうして。いや、こんな劣悪な環境で40年前の新聞がほとんど劣化してないのはありえない。まさか。理解するのには時間がかかったが、魔物セバスとして生きていくしかなかった。もっともセバスという名は後につけたものじゃが。それからわしはここを魔界と呼び、ある程度の秩序を作った。それまでは完全なる無法地帯じゃったからね。時間はかかったが、それほど難しいことではなかったの。魔物の体を持ち、人間の知識を持った生物がここに生まれたことが、言うなれば魔界にとって得意点だったと言えるかもしれん。魔界という呼称もまあ分かりやすくていいじゃろ。魔界を作った人なんだな。アナテー都市アルデガルドとかでもよかったんじゃが。まあ覚えにくい名前をつけてもの。ゲームとか好きそう。一方で難儀したのは人間の世界との関係性を構築するところじゃな。人間と対等にとはとまでは言えずとも、交渉するにはこちらにも魔界を統括して意思決定する機関が必要じゃった。そのためにわしは評議会を作り、人間と不可侵条約を結んだ。魔界に一つの集団のもとで秩序が生まれているという事実は人間に脅威を与えるのに十分じゃったじゃろう。そして再びその日が来た。そうか、自分が落ちてくる日だ。この日は特に理由があってここへ来たわけではない。ポールを最初に見つけたのがわし自身だったのは偶然なのか必然なのか。うん、死んではおらんな。まあ当たり前か、わしも生きてたんじゃからな。
それにしてももはやセバスとして生きた時間の方が長いというのに、やはりいざこの目で見ると不思議な感じじゃの。とりあえずいくらかの薬を置いておく。十分な量があると言えるかは分からんが、わしの時と違って今はここにもうある程度の秩序がある。うまくやれば生きながらえることもできよう。あとは自分に任せるんだな。これはあの時のお手伝いロボット、覚えてるんだな。わしの時と同じくもう動かないようじゃな。修理できるかもしれんな。持って帰って試してみるとするかの。そりゃ修理できるわ。わしがポールの存在を手助けしたのはおそらくかつての自分だからというだけではない。わし自身は破棄され、人間に深い絶望と幻滅を覚えながら、それと向き合う間もなく魔物セバスとして生きざるを得なくなった。もうやばい、ちょっともう涙出んぐらい泣いた。ちょっと疲れたってマジで。もう本当にもう辛い、出ちゃう涙。おそらく確かめたかったんじゃろう。もしポールがポールとしてそれに向き合っていたら、どういう答えを出していたのか。ポールの魔界での行く末を見届けることでの。ポールはうまく立ち回り居場所を作ったようじゃ。一人は寂しいじゃろうから、ジョイ君も返してやったわい。うまく魔物に取り入ってたくましくやっとった。本当にわしが思ってたよりずっと複雑だろうな、じいちゃんもな。ずっとポールはたくましかったようじゃ。じいちゃんも生きてるからね。地上への経路を確保し、魔界に落ちながらも生き延びた人間を返す手助けを始めたんじゃから、誇らしいだろうな。そのルートがあれば自分で地上へ戻ることができたのに。そうせぬはやはり人間に対して思うところがあってのことか。一方で落ちてきた人間には救いの手を。人間とはやはりかくも矛盾をはらむものよ。ともかくじゃ。そうやってポールが出した答えを知ったところで、結局わしセバスにはもはや関係のないことじゃな。今までセバスとして生きてきたように、これからもそうするしかないんじゃ。答えを知るまでその無意味さに気づかんというのもまるけな話じゃが、いや無意味ではなかったんじゃないかな。往々にして人生とはそんなものじゃろう。めでたしめでたしという感じになっていたところに現れたのがロイ君たちじゃ。人間を守る魔物、面白そうなやつが出てきたと思うたわい。そして彼らが人間の世界へ行こうとしていること、これは何かのきっかけになると踏んだ。人間たちとの関係もここしばらくはこう膠着状態じゃったしの。ただ気になるのはロイ君が子供を守る理由。どうやら崩壊を呼ぶ少女などと言っておるが、意味は分からぬが何やらよからぬ予感はしておった。そしてあの時ロイ君自身から話を聞いた時にピンときたわい。ロイ君こそがわしが昔ここへ破棄されるきっかけになった実験で生み出された生物、その成長した姿であると。しかもどうやら難儀な問題を抱えておる様子。全く巡り合わせとは分からぬものじゃ。ロイ君がマジックタール、デブリをあれからずっと溜め込んでるとして、加えて話に聞いた臨界反応の様子から察するに、このままだと世界が滅びるってのも冗談ではなさそうじゃ。まあもともとわしが関わっていた実験じゃ、ある意味けじめじゃな。わしがなんとかするほかあるまいよ。じい。ちょっと苦しいわ本当に。オペレータールーム。この野郎、やれ殺せ。ん、ああ、ご
新しく配属されたゴローと言います。何をふざけてるんですか、ゴランさん。ああ、やっぱりダメか。ゴランさん、その腕。ゴランさんの位置反応が止まってたのでおかしいと思っていたら、一体どういうことでしょうか。もうお前らの飼い犬じゃないってことだ。ほう、そうですか。その割には指示通りロイを私の前に連れてきてくれたのですね。お前に聞きたいことがあるからな。それに卑怯な手でも使わない限りロイがお前なんかに負けるわけがね。卑怯な手？こっそりここへ忍び込んでおいてよく言いますね。うるせえな。とにかく答えてもらうぜ。メグの母ちゃんについて何か知ってんだろう。この状況で警備とか呼んだって無駄だぞ。助けが来る間もなくお前をボコボコにできるんだからな。いいでしょう。そちらの子供、メグさんの母親はこの研究所ではありませんが、我々の管理下のもとにあります。やっぱりここに戻ってきてたのか。ハンナが廃棄してやった大穴から脱出したのは想定外でしたが、子供を探してのこのこと再びここへ帰ってくるなんて実に間抜けだ。元より隠すつもりもありません。居場所を知りたければ後ろの端末を調べれば出てくるでしょう。しかしいずれにしてもそんなことはもうすべて無駄ですけどね。あ、うお、あなたたち少し人間を舐めすぎているようですね。実に間抜けです。おい、あいつメグを連れて行きやがった。とりあえずこいつを外してくれと。そうだな。あいつめ、追いかけるぞ。メグのお母さんの話見れないのか。行くしかね。メグ、わあ、メグ、なんだ、聞こえねえ。あいついねえな、どこ行った。まあいいや、とにかく待ってろ。あれ、気をつけろ、あいつがどこに隠れてるか。ドアが開かねえ。くそ、開かねえ。あ、無駄ですよ。ちょ、トラウマなんだこの部屋が。なんだこいつ。これこそが人間の力。ゴランさん、あなたが腕輪から逃れるとは予想外でした。おかげで使おうと思ってた奥の手が一つ使えなくなってしまいましたが、勝者は複数の切り札を持つものです。結果は変わりません。メグをそこから出しやがれ。何を言ってるんですか、あなたは。メグさんを隔離したのは危害が及ばないようにするためなのですよ。あなたを解体する前に彼女が泣き出すのは私としても避けねばならない。これで心置きなくあなたを解体できます。心置きなくてめえをぶっ殺せるってことか。美しいでしょ。これはただのパワードスーツではありませんよ。パワードスーツはキモいな。ここでの長年の実験、その一つの到達点と言えるでしょう。何研究してたんだ。手早くやってしまいましょう。時間がどれだけあるか分かりませんからね。てめえの時間の都合なんか知るかよ。てめえの時間の都合？まだ言ってみませんでしたか。時間がないのはあなたの体です。何？デブリを溜め込んだその体は何もせずに直に人回転に到達するでしょう。もしそうなってしまったら、あなたは多くの命を道連れに死ぬことになる。な、こいつをぶち殺す。しない！勝てえな。我々人間の持つ科学の力、そこに我々が研究していた魔物の力を取り込むことで実現したのがこいつです。そのパワー、とくとご覧なさい。あ、まずい。あ、待って、あ、連打遅い。あ、待って、やばい、ちょっと待って、連打なら行って。あ、今までのいろんなやつがあるのか。ちょっと待って、連打だけは俺無理だ。ちょ、ごめん、とっさに連打されると無理。うん、殺す、こいつを。パワーだけではありませんよ。スピードね。はいはい。操縦者の私自身にも魔物のパワーを注入し、人間には成し得ない動体視力、反射神経を実現しているのです。あ、ちょっと待って、早い。いてスピードも半端ねえ。ちょっとやべえかもな。一旦回復。掴みかかって、ちょ、あ、無理、無理ボケが。ちょっと待って、バロラント持ちする。ちょっと待って、
痛い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 。ロイ、何やってんだよ。押されてるじゃねえか。うるせえな。なんだらしくねえ。あいつが言ってたこと気にしてんのか。そんなんじゃ今余計なこと考えるな。今お前が負けたらメグは間違いなくまた吐き、いや最悪殺されちまうぞ。うるさいのがシャシャリ出てきますね。あなたから解体してやさぎ、いや、やべ、逃げろ逃げろ逃げろ逃げとけ。言いたいことだけ言って逃げやがって、あの野郎。確かに間違っちゃいねえ。考えるの後だ。一回回復するしかなくて、ちょちょ、あ、大丈夫だ。おじいちゃん連打でもいけた。いいぞロイ、調子を取り戻したな。まあ敵の前でごちゃごちゃ考えるのは確かに俺らしくなかったかもな。あいつを何とかしないといけねえ。おじいちゃんのカチカチでもいけた。おらボケ。銃を乱射した。痛い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 。単純に銃を乱射してきた。単純に銃を乱射してこないで。おらボケ。あ、めちゃくちゃ緩くなった。あ、ちょちょちょ、あ、緩いけど食らっちゃった。ごめんなさい。ちょっと食らっちゃった。痛い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 。バカな、押されている。私の長年の研究が一回の魔物に押されるなどあるわけがない。あってはならないのに。もっと私に魔物の力を。ああ、注入してる、バカだ。ここからです。マジックタールごっくん、毒ガスを噴射？うわ、単純に毒ガスを噴射してきた。単純に毒ガス噴射してんじゃねえボケ。爆弾を設置した。カントさん、爆弾解除。爆弾解除。フルコンさん。ドゥ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 。ててん。よーし。このパズル流行ってんのか。あ、そっか、同じ研究所からかな。これ回復するか悩む。これ回復だな。回復入れる。掴みかけてきた。これおじいちゃん連打でもいけます。よいしょ、あ、頑張った。よしよし。しない。よし、半分切った。銃乱射効かねえんだボケが。殴れ。肘エイムでどうにかやってる。バロラント持ちしてもいいんだけど。2発危ねえ危ねえ。殴る。毒ガスを噴射。これスパパンやったら回復する。もう一発来るから爆弾を設置。一体何なんだお前は。いいか、お前は科学の力だ、魔物の力だって自慢してたけどよ。つうことは結局自分らの力だけじゃ不安で俺らの力の真似したってことだろ。だったらロイがここに来るまでにめちゃくちゃ強い魔物たちと戦って勝ってきた。ロイがお前に負ける理由なんてねえじゃねえか。ふざけるな。私は負けるわけにはいかない。もっと力が必要だ。まだまだ足りない足りない足りない。もっともっと。魔物になっちまうんじゃねえかこいつ。魔物になった。何が起こった。うおー、ダメだ、もう言葉も通じねえ。バカがよ、バカがよ。暴れてる、危ねえ。うわ、バカみてえなパワーしやがって。危ねえ。いで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 。これ回復飲むしかない。ゴランが前、ゴランダメ。ロイ大丈夫か。下がってろ。お前が来たところでこいつにダメージ一つなことは分かってんだよ。だけどな、俺だって逃げ回るのは得意だ。何言ってんだ。おお、ゴランは動き回ってる。敵の注意が散漫になった。ゴランのやつ威勢はいいが逃げ回ってるだけじゃねえか。実際やつは気を取られてるみてえだ。今のやつには悪くねえてかもしれねえ。ゴランに気を取られてる。はあ、ロイこいつを渡しておく。取っておいたマジックタールだ、10個。やった、それで最後だからな。ありがとう親友。うらマジックタール。ウルパン、おれ。ケシカ暴れて、攻撃がゴランを取られた。ゴラン大丈夫か。返事はなかった。ゴラン、ゴラン、ちょ大丈夫かゴラン。ゴラン、ちょ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 、これじゃ手が出せねえ。
ほらあ、痛い痛い、ゼーゼー、ゴラ、待ってろ、また俺があいつの気をそらして、生きてたのか生きてたのがよかったが、もう動くんじゃねえ、もう一発食らったらマジで死ぬぞ、動くな動くな、おー、え、まずい、ガラスが、メグ、ロイ、メグ、メグ、出てくんな、いや、メグ、そこにいてくれ、でも危ねえぞ、やっとわかったぜ、俺が敵の攻撃で屈辱受けそうになるときは決まってメグがいる、だけど俺がこいつの前でこうやって胸張ってるときはどんな攻撃だって全然痛くねえんだよ、だからメグいるときめっちゃダメージ食らえるのか、そしたらもう絶対に絶対にお前を危険な目に遭わせねえ、本当だこの野郎、効かねえよこんなの、全く痛くねえ、お前もビビることねえからな、ちょっとお前もついでに後ろに隠れてろ、ついでかよ、頼りにしてるぜ、聞きゃしねえよボケが、聞きゃしねえよ、こいつは思いっきりぶん殴らないと気が済まねえ、メグがこう、お前は思いっきりぶん殴らなきゃ、もう一息だ、こういうパワーバカには、分かってる、タイミングを読んでバランスを崩す、ここラビクターは動かなくなった、勝利した、ぐちゃぐちゃになりやがった、やったなロイ、さすがだぜ、どうした、いや何でもねえ、まさかロイ、こいつが言ったことを気にしてるのか、お前の臨界が近いとかなんとか、でたらめだと思うぜ、苦し紛れのでたらめだ、そうだな、これからどうするんだ、メグの母ちゃんはここにはいねえ、俺が来ていいのはこの研究所までって約束だからな、場所は分かったんだ、あとはポールのおっさん呼んで任せるしかねえ、俺はいいけどよ、ここまで来て律儀にそんな約束守るのか、なんつうかお前らしくないな、いいんだよ、とりあえずこの建物から人間を追っ払っちまおう、その夜あ、おいおさん、前ダメだって、そんなことになっていたとは、頼みがある、メグを任せたい、何、母親の場所なら分かった、だからおっさんが連れてってやってくれ、この研究所にいた人間は全員追い出した、今は安全だ、そちらへ向かうルートは破壊されてる、母親の居場所がつかめたのならまずは再び計画を練って、何とかしてくれ頼む、時間がないんだ、一体どうしたというんだ、何があったのかね、俺はもうダメなんだってよ、近いうちに死んじまう、俺はもうすぐ臨界点ってやつに達するんだとよ、だってそれは一体どういう、そしたら俺だけじゃなくメグや他の地上のやつらもみんな死ぬんだ、しかしいいから黙って言う通りにしやがれ、ロイク、それでお前さんはどうするのかね、俺はもうメグにもおっさんにも二度と会うことはねえよ、そんなことを言ってはお前さんを慕ってくるあの子がどれほど悲しむと思う、だからそれしかねえんだって、待てよお前、よくがおかしいと思ったら一体どうするつもりだ、
お前も聞いてただろ。俺はもうここにはいられねえ。だったよ。あんな奴の言ってたこと信じるのか。自分の体だからな。な、聞いたときなんとなく分かったんだ。あいつの言ってることは正しいってよ。だけどよ、きっと何か方法が。そんな悠長なこと言ってられるかどうかも分かんねえだろうが。ダメだ、行かせねえ。力ずくでもお前を止めてやる。そんなことできるわけねえだろうが。うるせえ。お前がどう思ってるか分からねえけどよ、俺だってやるときはやるんだからな。行くな。やめろ。お前が考えを変えるならやめてやる。やめろ。だって分かってんだろ。そんなの分かんねえよ。いい加減にしやがれ。痛い痛い。やっぱり無理かな俺じゃ。あれ、ロイどこ、コランもいない。お前まで来ちまったのかよ。あいつを止めてくれ、ロイは。一人だけ来そうになろうとしてやがる。それしか方法がねえんだろうが。このままだと全員死んじまうっての。俺だけが死ねばいいんだよ。ダメ。ロイ、いなくなっちゃう。もう決めたんだよ。おい、ロイ、ボラ遊びしよう。ここにいちゃいけねえんだよ。ロイ書いてあげるから、ロイも一緒になんか書こう。いいか、俺はな、俺はお前のことなんか、トランプで遊んでよ。神経衰弱教えてくれ。そんなの興味ねえんだよ。今まで黙ってるよ。うっさい。待っててほしいな。俺は知らんか読めねえって。ご覧のやつに言ってもらえないと。初めて会った時からお前、俺読めよりやつよ。おい、うせえ。俺の名前よ。
それまで泣かずにいられたらな。分かった。ちょっと息ができない、ちょっと待って。ずっと戦いっぱなしだったしな。ああ、周波数はこれで合っておったかな。なんだ、
ロイ君、聞こえておるか。こちらセバスじゃ。あのじいさんか。ロイなら泣き疲れて寝ちまってるわ。泣き疲れて。何があったか知らぬが、鬼の目にも涙というやつかな。まあいいわい。実は大事な話があるんじゃが。大事な話？とにかくそこには今は人間はいないじゃろ。わしもそちらへ行くぞい。うまくいけばロイ君の持つ滅びの力を除去できるかもしれるのでな。はい。どういうことだ、それは一体。切りやがった。というわけで無線で話した通りなんじゃが、滅びの力を消すことができるかもしれん。ちょっと待って、じいさん、そんなことができるのか。見てみないことにはわからんが、なんでそんなことができるんだよ。もうこれが何とも複雑な話でな。なんと説明したらよいものか。言うたところでにわかには信じてもらえんような話でもあるしの。分かったよ。どうせ他に方法もないしな。好きなようにやってくれ。だな。これはふむ。なんだ、どうなんだ。臨界ってやつは止められるのか。できそうじゃ。マジか。しかし、なんだよ。もともとお前さんは分解者微生物として作られた。マジックタール、つまりデブリを安全に分解するためにの。そのためお前さんがここまで屈強かつ複雑な体を得るに至ったのは誰も予想できなんだが、そのせいか実にいびつな体内構造をしておる。なんか知らねえが悪かったな。つまりじゃ、言いたいのはマジックタールを取り込み蓄積している器官が人間でいう海馬という器官の役目の一部を果たしておるようでな。海馬とは特殊な構造を持った大脳辺緑系の一部でな、五感から得た情報を保存し、それを大脳室へと長期的記憶として。待て待て、何言ってるか全く分かんねえ。おすまん、分かりやすく言うとじゃな。お前さんの中の爆弾を摘出するのは何とかできそうじゃが、結果記憶の一部がなくなってしまうじゃろう。特に新しい記憶、ここ最近の記憶はほぼなくなるじゃろう。ここ最近の記憶、はっきりとは言えんが数週間かそれ以上か。じゃあメグのことも最終的に決めるのはお前さんじゃと言ってやりたいが、もはやお前さんだけの問題ではない。分かっておるじゃろ。分かってるよ。死ぬ覚悟までしたんだ。それぐらい怖くねえな。だけどよ、ちょっとだけ時間をもらうぜ。最後に約束だけを。そうだ、それと誕生日って知ってるか。そりゃ知っとるか。よかった、そんじゃあとでな。たったじゃ急に。遊ぶぞ。びっくりした。なんだろう、ヒキュリ。ロイどうかしたの。泣かずにいたら遊んでやるよ。遊ぶのはやめるか。遊ぶ。タケヨ、ダメ。遊ぶのはこれだ。どうして。俺は明日にはメグのことをもう忘れちまうそうだ。
痛みに来るためにはそうするしかね、仕方ないんだ。それは多分うまく言えないけど、それでいいんじゃないかなって思って。俺前と同じように、今まで通りだ。できた。何変えたの？ロケットが、ロケットが入ってる。ないの？あるか、ほら。お前もなんか、俺はいいよ。メグは何変えたの？お月さんはバナナみたいな形してた。まん丸の月は好きだな。そんな顔すんだよ。寂しいんだろ？俺もそうなんだよ。寂しいって思って。寂しいなんて一度思ったことないから。俺はだからだ。こいつと神経衰弱してる。そうだろ、神経衰弱も分かってきた。本当にあったりするって、どこにでも落ちてたけどな。次はこいつだ、こいつだ。また当たりだぜ。確かに冴えてる。俺が言ってるのは、涙が出そうになってきてやった。メグ、お前は今は絶対に泣くなよ。俺の中の何かお前が書いたって言葉だ。俺がお前を忘れちまっても、俺と俺が絶対に忘れない。この絵をパパも読んでくれた。お話メグ好き。この話メグは知ってたんだ。あの時適当に読んだらもうバレてんのか。恥かいちまったぜ。このページに出てくる化け物ロイお前に似てるな。そりゃじいさんもそんなこと言ってた。子供を助ける優しい化け物だったぜ。そういうこと。あ、メグと初めて会った時やけにお前に懐いちまっただろ。おかしいと思ったんだよな。お前みたいな全身狂気に人間の子供が懐くなってよ。人間から見たらお前も変わんねえじゃねえのか。メグにとってお前はまさに絵本でみたい。お前はやめろ。でもフェグは絶対にロイのこと忘れない。
そろそろちょっと待て。じゃあ人を上にやってくれ。別に殺すわけじゃないし、いいからやってくれ。はいはいと。ああ眠くなってきた。こいつが麻酔ってやつの効果か。なんかちょっといい気持ちだな。のかよ。ん？なんとかなんねえのかよ。ロイの記憶消えないようになったか。なんかいい感じ。これですか。うるせえな。人がいい気分で寝ようって時によ。そう言われてもの。ロイ君を助けられるだけでもすごいことよ。生み出した実験2つ分のデータと魔物の体で流れ生きてきたわしだからこそできることで、難しいことは分からないけどよ。諦めるのは困るんだって。ご覧のこと忘れるわけじゃねえらしいけどな。消えるのはここ最近の記憶だけじゃよ。お前さんのことはちゃんと覚えてると思うよ。そういうことよ。違ったよ。そうじゃなくてよ。大事なこと打ち明けたんだよ最近。それがあったからようやく俺はロイの幸だって思えるようになったのに。そんなことかよ。そしたらかっけえねえんだ。だって俺はずっとお前のだから変わったとしたらそれは俺じゃなくてお前が変わった。あと僕エフの言葉Thank you.
メグ、会えた。あまり会えてよかったです。よかった。失敗したのよ。アムのこと探してたんだから。ごめんね。メグ、不思議な人たちといっぱい遊んでもらったよ。あら、そう。あのね、メグ。今まで不思議な場所と不思議な人たち、それは全部夢。そう、不思議な夢を見てたのよ。夢じゃないよ。メグ、いっぱい遊んでもらったもん。嘘じゃないよ。分かってるわ。いずれ分かるわ。大人になる。大人に？そうよ。でも忘れないよ先生おいたしゃ忘れそう、戻られたかも。メグ、メグ、今までずっと泣かなかった。ずっと泣かなかった。こんなに働いたの久しぶりだから疲れちゃって。これからもっと大変になるでしょうな。まあね、人間の研究所1個潰しちゃったからね。この状況を使う、どう使うかもわしら次第じゃ。これからの我々次第ということですな。ねえ、そんなことよりさ、あいつらどうしたの？あいつら。メグちゃんはお母さんの元へ帰ったのね。うん。ロイドのは。まずっ。おかしいな、どうしてマジックタールがこんなにまずいんだ。つうか、オレンジってこんないろいろもの置いてたっけか。
よく見るとマジックタールって黒くてドロドロしてあんまりうまそうに見えねえな。うまそうに見えてたはずなんだがな。こんなテーブル拾ってきた覚えは。はい、このテーブルにしよう。なんつうか面白みに欠けるじゃないか。うるせえな、来さったと決めろよ。テーブルなんて必要ねえっつってんのに。向こうにももっと洒落たテーブルがあったが。絶対これ。ロイは大きくて力が強いんだから。テーブルも大きくて丈夫なのがいいの。よく思い出せね。これ使えそう。ロイのお家に持ってこ。こりゃなかなかいい棚じゃないか。棚なんていらねえだろ。何に使うんだよ。マジックタール以外うちには物なんてねえんだぞ。俺の茶をちょっと分けてやるから、それでもしまっとけよ。茶知ってるか。水に草を浸してよ。だから知らん、いらねえっつうの。でもこれ大きくて運ぶの大変。確かにこいつは結構骨が折れそうだぜ。なんじゃこのばっかりだな。見てろよ。ロイすごい、片手で持ち上げちゃった。これくらい朝飯前だ。さすがだぜロイ。そのロイん家に持って行ってくれよ。俺らじゃ無理だ。しゃあねえな。俺の知らねえ間にこんな落書きしやがって誰だ。左のこいつは俺だよな。右はコランか。真ん中のちっこいやつは下手くそだが味があるっちゃあるか。花？俺花なんか飾ったっけ。まあわざわざ捨てることもねえか。よ、なんだゴランか。調子はどうだ。別にいつも通りだよ。お前こそその腕大丈夫なのかよ。転んで腕切り落としたりするか普通よ。我ながらマジでアホだぜ。まあいいや、せっかくだし食い物でも探しに行かねえか。またマジックタールか。いや、そのよ、たまには別のもんを食ってみるのもありかなつうか。お、マジか。あくまで見聞を広めるためによ。何事も経験とも言うしな。そういうことなら魚でも食いに行くか。魚？魚を釣り捕まえるために釣りってのが必要なんだけどよ。押し当てやるから行こうぜ。あんまりめんどくさそうなのは性に。おい待てよ。メグ、お誕生日おめでとう。ママありがとう。サッカーボール欲しいって言ってたでしょ。ありがとう。あら、何かしら。メグにプレゼント、誰からかしら。大丈夫。このロケットもママからのプレゼント。両方宝物にする。そうね。さま見に行くだけだ。お庭から出ないようにするのよ。うん。何が釣りだよ。魚なんて全然取れねえじゃねえか。ご覧のやつは楽しそうにしてやがったがよ。お、今夜はお星様が綺麗じゃねえか。
あれ、キラキラしたやつ、お星様って言うんだっけか。綺麗なんて初めて思ったぜ。キラキラして綺麗か。悪くねえな。ちょ、ガチでリトマスぐらい泣いた。マジでめちゃくちゃ泣いちゃった。俺ちょっと刺さりすぎた。ちょっと大変お見苦しい配信になって本当に申し訳ございませんでした。そう、赤い富士なかったね。いやー、これすごいやばかったな。俺やばかったな、マジで。プライベートを除いたら YouTube 史上で一番泣いた気がする。マジで本当に本当にめちゃくちゃ泣いた気がする。なんだこれ、マジで本当に。いや、これやばいわ。みんなもネタバレしないでくれてありがとうね、マジで、ね、いや本当に良かった。いやー、大きくなったメグだね。赤い星から三日月になってんのか。うわー、これ一気にやってよかった気がする。なんかマジで一気にやったらって言ってくれた人はありがとうね、マジで。いやー、ロケットだけメグ持ってるからないのか。本当だ。じゃあ終わります。バイバーイ。ありがとうね。じゃあまたね。